スの夜行列車降りた時から青森駅は雪の中、北へ帰る人の胸は誰も無口で、海鳴りだけを聞いている。私も一人連絡船に乗り、凍えそうなカモメ見つめ泣いていました。ああ津軽海峡冬景色、息で曇る窓のガラス拭いてみたけど、遥かに霞に見えるだけ。さよならあなた、私は帰ります。風の音が胸を揺する、泣けとばかりに。津軽海峡冬景色、冬景色。